はい、こんにちは。え田中みやびです。え私ですね、フリーランスで、え構成作家、えリサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、えこのチャンネルでは、私が普段思ったことであるとか、え普段目にしたニュースから、え思ったことを、え々どしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日取り上げるトピックは、え自民党本部に会員瓶が投げ込まれた事件。 について時間の許す限り語っていければと思っているんですけれどもあのまあつい最近その永田町にある10月19日ですね早朝に永田町にある自民党本部の方に火炎瓶が投げ込まれて49歳の男が逮捕されたっていう事件が起きたということなんでちょっと私これ あのーまあ、キャッチアップするのが遅れてあのこれを取ってる、えーまあ、ちょっと前ぐらいにようやく調べ始めたというか報道を見始めた、えー、事件になってるんですけれどもまあここでまた、えー、騒がれたのが、えー、逮捕された、えー、ダンス男の素性ということがもうすでに上がっていて、まあ、その人の、えー、素性について。 あのなんかあのやっぱりそのこれまでえ事件を数々事件起きてきましたけれども安倍首相がえ狙撃されてえ亡くなられたっていう事件だったりとかえ最近もドランプトランプ前大統領がえ暗殺未遂に遭いましたよね。であとまあ遡ってみるとえー まあ古いところで言うと秋葉原の、えー、連続通り魔事件、通り魔というかあ連続刺殺事件、えー、あとはその京都アニメーションの、あのー、放火事件であったりとか、えー、まあそのちょっと先に行くと、えー、大阪の精神科の病院でまた、えー、模倣犯みたいな形で、えー、事件が起きてたと思うんですけれども、京アニの事件と同じような。えー、でまあ 実際になんかそういった今挙げたのもほんのちょっとした例であの覚えてる限りの私が今思い出せる限りのえこういった事件が起きてて何というかその政治家を狙って狙ったとかあれ狙っていたりとか不特定多数の人を狙ったえまあ事件みたいなのが起きててでその特徴になっている犯人がまあ一応にその。 えー、まあ、えーまあはえー、正社員として働いていなかったりとか、まあ、実は僕もそうなんですけどえっ、ー、とーあのー、まあ、まあ、なんていうか派遣とかだったりとかフリーターもしくは無職で中年男性で、まあ、中年じゃない場合もありますけれども、えー、そういった場合えなっている方が多いと人が多いとそういう事件を起こすのだ、えー、でそういう状況になんか 結構類型化されてるじゃないですか、その犯人像って。あの、一人で過ごしていてとか、えー、親と同居していて、まあ、父親と同居してるとか、そういうパターンもあると思うんですけど、まあ、あの、なるべくその、家庭を築いてとか、お子様がいてとか、なんか、えー、企業に勤めてサラリーマンとして生活しているとか、なんか、えー、起業していて、あの、えー、ビジネスをやっていらっしゃるとか、そういう方じゃないっていうような形で、まあ、 えー、社会からちょっとその社会の本流と言われてる男性まあほとんど男性なんで男性に限定しちゃいますけどそこからちょっと外れている生き方をしているというような、えー、形の、まあえー、人々が多いということなんですけれども、えーまあ、今回こ事件を起こした方も、あのー、高校を出てから、えー、職を転々とされてトラックドライバーとかもやられていて、えーでまあ、15年前からずっと父親と暮らしていて。 えー、で、まあ、行政書士の資格は取ったものの、それをやることはなく、ウ、えーバーイーツをやっていたと、えー、つい最近は。と、えー、いうような形で,で、現在無職だということだったんですけれども、まあ、その、こういった事件が、えー、なぜ、なぜ起きてしまうのかって言っても、なんか答えはそれぞれだと思うんですけれども、なんか一つ、えー、ちょっと前に、丸山ゴンザレスさんの動画で、丸山ゴンザレスさんの裏境ザーニーという動画で、 あの羽賀先生という羽賀卓弘さんという精神科医の方が出てたんですね。でそこのその方が、えー、こういった事件を起こす方起こす方々今起こす人々私が今言ったような、えー、例に挙げたような事件を起こす人々の特徴の中に何があるかっていうとぐるぐる思考っていうのがあるそうです。ぐるぐる思考っていうのはあのネガティブな頭考え方を 頭の中でずっとずっと繰り返し考えてしまう。多分皆様も,も同じような状態に落ちたことあると思うんですよ。僕もありますし、ぐる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 この、ちょっと一つの答えの出ない、ちょっと、あんまりちょっとポジティブではないことを考えてしまうっていうような、日ってあるじゃないですか。それがどれぐらい続くかによって人によって違うと思うんですけれども。で、そういった事件を起こしてしまう人って、あの、ぐるぐる思考をずっとずっと続けていて、 ある時に論理がポンって飛躍するそうなんですねえー、でその論理が飛躍したところでなぜこことここがつながるんだっていうちょっと一般にはわからないところで一般私客観的に見たらわからないところでそこをポンって論理が飛躍するんですよでその論理が飛躍したところでまたさらにぐるぐる思考が続くらしいんですねでさらにポンってまた飛躍してその結果どうなっていくとどうなっていくかっていうと あの、自分が今こういう苦しい状況にいるのは、ま、誰々のせいだとか、ええ、あの、誰々のせいだとか、京都アニメーションがいけないとか、あの、安倍首相、安倍元首相がいけないであるとか、自民党がいけないであるとか、そういったことになってしまうんですって。で、それが、で、誰も止める人がいないと、 そのどん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 そのぐるぐる思考とそのネガティブな思考とその論理飛躍っていうのがもう頭の中で強固になっていってでこういったえ今回のような犯行今回のか事件を起こした人ってあの事前,にえ事前に用意周到な準備をされたらしいんですよ。ワゴン車の中にその発煙筒が入っていたりとか看板が残っていたりとかで実際にずっとその準備してたらしいんですね。 あのどうやって反抗するかっていうのをえまあそうですねガレージの方でえなんか準備してたとえいうことなんですけれどもまあそういった形で自宅のガレージの方で準備してたってことなんですけれどもそういったことを起こしてしまうっていうのはやっぱりそのぐるぐる思考でそれを止める人間がいなかったっていうようなつまりはそのこれちょっと羽賀さんが羽賀先生が面白いこと言ったのがあの 孤独だから一時外的にそうなる。孤独だからそうなる確率が高いんですけれども、集団に属していたとしても、その集団が、その、エキセントリックな考え方をする人たち。例えばそこがまたもう、ぐるぐる思考というか、論理を飛躍した状況、状態で、例えば陰謀論に包まれてたりだとあるとか、そういった集団の中にいると、あの、孤独じゃなくても、そういった状況に陥りやすいそうなんです。えー、今回事件を起こした人も、 あの反原発活動をししていいたらしいんです、まあ、原発反対活動をしていたらしいんですね、震災が起きた後にでまに、あ。原発反対してる方々の中って、まあえー、論理的にやられてる方もいらっしゃると思うんですけれども、一部なんかこう過激な人っているじゃないですか。ちょっとそれは論理が破綻してとか、ちょっと、えー、科学的にその考え方がおかしいというような人たちも中には含まれてると思うんですね。多分 え犯,人の方々犯人の人はそこに入ってたんじゃ入ってたという可能性もあるんじゃないかなと思っていてだからその、まあ、ぐるあのこういった犯行動を起こしてしまう人ってよく孤独と結びつけて考えられるんですけれども決してその孤独だからそういうのあなるわけじゃないと、えー、いうことだと、えー、解説されてまして僕も自身もそうだなと。 思ってるんですねただその一方でやっぱり孤独っていうのはすごい重要な問題じゃないかなと思っていてそのぐるぐる思考に対して客観的な視点を上げられる、えー、与えられる人っていうのが重要だと思うんですよ。あの精神解だから精神科とかの鑑定とか受けるんですよあの犯人とか何か事件を起こした時いやそれは客観的に見てそことそこが通訳してるのはおかしいっていうようなでそういったストップを入れることによって客観的なツッコミを入れることによってその あのー、今までちょっとおかしな考え方してたなこれうつ病とかそういったのにも、えー、適応できると思うんですねうつ病であるとか、えー、ちょっと僕そこら辺全然詳しくないんですけれども双、えー、極性障害とかちょっとわからあんまりちょっと病名出すのはちょっと詳しくないんであのおこがましいところはあるんですけれどもそういったその固定観念であるとか、えー、こうネガティブな考えっていうのを、えー、いやそうじゃないよっていうふう、えー、にこう 変えていけるっていう存在っていうのは、やっぱりその、誰か周りに親しい人がいるべき、えー、いた方が良かったんじゃないかなと私は思っていて、やっぱりそれは決して家族ができることでもないから、えー、家族ができればそれはもちろんそれでいいと思うんですけれども、えー、そうですね、やっぱり人とのつながりっていうのは、やっぱりその、えー、しかもその、なんていうかその特定意思というか、特定意思に、 特定意思で結,ぶんで結ばれている状態じゃない、これ仕事とかでも言えるのかな、仕事とか、なんか金銭目的であるとか、そういったの特定のしがらみ、何か一つの目的であるとか、そういったのではなくて、なんか、よ,よく言えば学生時代の、何にも無垢だった頃のえ横のつながりとかっていうのを大切にしていくっていうすごい重要なんじゃないかなと思ったりはしましたね、こういう事件を防ぐのに。 であのもう一つ、えー、ここで私がちょっと自分がもしそうならないというような意そうならないためにもっていう意味でもあるんですけども、一つの解決策として思うのが、なんていうかその発信活動ってやってみたらいいんじゃないかなと僕自身思うんですよね。あの今回の犯人もあの発信活動はしてたんですよ。X でなんか。 Twitter でなんかずっとないろいろつぶやいて僕ちょっと見,た見させていただいたんですけどもそっかなんか暴力が必要だみたいなこと書いてたたんですけどああいったその、えー、匿名でなんか、えー、匿名で特定思想の人をフォローしてそれに迎合するファッシ迎合するというか主張なのかもしれないですけど本人の発信をするんじゃなくって何て言うかこの僕は脳とここと YouTube と。 今年始めさせていただいたんですけれどもえまあ X の方はずっとやってたんですね顔出しで Twitter の頃からずっと顔出しで自分の名前出してやってたんですけどある意味そういったえ実名顔出しでまあできる人できない人いると思うんですけれどもまあできるんだったらその実名顔出しで何ていうかその自分の思ったことっていうのを世の中に発信して それでコメントをもらう。まあユ、まあ、YouTuber とかすごいいいことだと思うんですよ。あの、なんか、絶対アンチっているじゃないですか。何を言ったとしてもアンチっていると思うし、そのアンチっていうのが、その、正当なアンチの場合もあると思うんですよ。僕自身がおかしなことを言ってたらそれを正してくれるためのアンチっていると思うし、ただのアンチもいると思うんですけれども、そう言ってもそういったのも含めて、まあもちろん、あの、あまりに気にしちゃいけないと思うんですけれども、あの、交流じゃないですか。 他者あのまあリアルにいるかいないかっていう違いはすごいあると思うんですけどもえ僕自身ノートを始め、ま、YouTube を始める前にノートを始めたんですけどノートを始めた時にあのそれまでちょっとその僕もそんなに友達多い方じゃないんで人付き合いも結構面倒くさがりなんでほとんど持たないんですけど僕のことをリアルで知ってる人は僕はそういう人物だということは分かってると思うんですけどもえっとそんな感じで生きてきたんで。 で、ちょっとノート始めてみよう。まあ、ノートなんかちょっと、えー、自分の意見とか出したらどんな反応返ってくるんだろうとか。結構僕いろいろ頭の中で、なんか、この動画にも、チャンネルにもいろいろ上がってるじゃないですか、ね。哲学的なものだったりなんか、抽象的なもの、えー、動画だったりとか、上がってると思うんですけれども、えー、そういった内容の動画上がってると思うんですけれども、そういったのを考えるのが好きなんで、そういったのを共有したらどうなるんだろうっていうような。で、なんか、したらいろんな、えー、固定の、 読者とかがこんな僕にもついてくださってで時々コメントくださる方がいらっしゃってであのー、まあいいねも、えー、してくれるんですよ毎回同じ人がでそれって僕すごい嬉しくってあのあ,あ自分存在しててもいいんだみたいなちょっとそんな風にそんなネガティブなことは思ったことはないんですけれども極端な話あ自分ってあこんなに、えー、人に、えー受,けまあ、受け入れられてるかどうかは分からないですよ分からないけれどもあ 自分の書いてくれることにこんなにいいねしてくれる人がいるんだ共感してくれるていたらとても嬉しいしコメントくれるのもすごくちょっと反対意見がくるときもそれはそれで嬉しいしでなんかすごいつながってる感覚があるから例えばあの会ったことがなくても顔が見えない相手だとしても顔が見える相手もいますけれどもねそれがすっごい嬉しくってでまあ自分存在してていいんだなと極端な話を思うこともあったしでそれで YouTube を始めることもできたんですよ でここでもまあいろんな方がいろんなコメントくれますしなんかそのう、えー、しいコメント送ってくださった方もいます再生数伸びるとすごい嬉しいしいいねもつくとすごい嬉しいしってそれってある意味社会に承認されてることにつながるんじゃないかなと僕自身は思うんでなんというかその VTuber 形態でもいいんですけども顔を出さないで、えー、誰だか名乗らないでっていうのもいいんですけれどもまあ例えばその、まあ、僕,僕は全然しがらみないんでフリーランスだからこういったことができてるんですけれども まあ、しがらみ合ってできない人って絶対いると思うんで、あの、まあ、そういう人はちょっとあの、また、まあ、匿名とかでもいいと思うんですけれども、な何しか、何かその孤独感であるとか、なんか自分ぐるぐる思考しちゃってるなとか、あ、ちょっと自分もそういった犯罪おかしそうかしてしまうかもしれないみたいに思っちゃって、思いそうな人、そうなりそうな嫌いにある人、これ、多分、あの、少しほんのごく一部の人じゃなくて、結構いろんな人が当てはまるというか、えー、結構、あの、 誰もがそうなる可能性ってあると思うんで、別に全員がやるっていう話じゃないですけれども、まあ、なんていうかその発信活動をしてみることによって、いい意味でその孤独感っていうのを、なんかマイナスな感情、引いては、えー、解消することもできると思うし、あのー、ある意味でその、もう顔出ししてたり、名前を出したりしているとの特徴でもあると思う。まあ、そういうふうに思うかもしれないですけども、あの囚人監視、自分が誰かに監視されてるよっていう。 そういう、えー、状況を作ることもできるんで何ていうか自分の襟元を正すっていうか、えー、仲間を作りながら、あのー、自分の意見を発信しながらでコミュニティを作りながらかつ監視されてるっていうようないい意味で、えー、そしたらそのなんか自分の襟元を正しながら、えー、自分の好きなことを言ってなんか、えー、充実した 例えばその周りに目に見える形で友人とか恋人とか家族とかいなかったとしてもまあ彼らがいるからといって自分のことを止めてくれるとは限らないんででまあある意味そういったパブリックな場所でコメントもらうって「いやちょっとそれは違う君」とか「考えすぎ」とか「被害もそうだよ」とかなんか「いやその考えいいね」とか逆に言ってくれるっていうのはすごいある意味もっと大切なんじゃないかなと思うんで何ていうかそのネガティブな考え方 をしてる人ほどま勇気を出して発信活動っていうのをやってみるといいんじゃないかなと私はふと思いましたあまあ今回の動画も長くなってしまいましたけれどもえそうですねあのまあこのいった事件って今後もなくならないしえまあむしろ増えていくかもしれないですけれどもえまあ 私たちもそうなら、私たちとしてはやっぱり、えー、いつ出くわすかわからないので、あの自衛の気持ちっていうのはすごく持っていた方,方がいいと思うしまし、あ、周りにそういう感じ、そういう風になりそうな人が、えー、ちょっとおこがましいと思うんですけども、そんなことを自分で考えれたりするのは。えー、なんか、えー、まあちょっと注意というか、心配して、えー、あげてあげるとか。 えなんか今度飲みに行こうよとかそしたらなんかそれだけで結構「あっ私俺って私って、えー、好かれてるんだ」とか「存在して,ていいんだ」とか、えー、なんかこう行きそうだったらこうぐるぐる思考が飛躍しそうだったところを思い留あのとどめすって元に戻されることがそれだけでできるかもしれないんで何というか、えー、希望を与えられるように皆さんなっていければと僕も含めて、えー、そうなっていきましょう。 えー、ご覧いただきましてありがとうございました。この動画がもし良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは。